こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は畝作りをやっていきたいと思います。前回の動画で土にもみ殻米ぬか、もみ殻くんたんを入れて、その後4回ぐらい豆とらで耕しています。耕すとこういう土になりました。ふかふかです。ただちょっとまだ湿気は多いですけども、まあこれぐらいだったら、よく言えばもうちょっと乾かしたいかなっていうのはありますが、これで畝作りを今から始めていきたいと思います。まず隣に作物がありますので、隣の畝から40センチ、普通は溝を40センチにするんですが、作物がある場合は45センチの溝を作り、そして畝幅を85センチで、次にまた溝を40センチ、85センチの畝で40センチの溝という感じに畝を上げていきたいと思います。それではやってみます。まず溝の45センチのところ、隣の畝から45センチのところに杭を打ちます。そして紐、この紐は何でもいいんですが、私はマイカー線を使います。そして南側にも、これは南北の畝にしています。45センチのところに杭を打ちまして、マイカー線を引っ張ります。これで基準ができましたので、またぐわで土を上げていきます。見ていただいたらわかると思いますけど、土はかなりふかふかしています。もみ殻くんたんも入れていますので、くんたんが見えると思います。これでこの水揚げ用のくわできれいに土を揚げながら畝をならしていきます。時々大きな石があれば拾っていきます。はい、片側は終わりましたので、もう片側を上げていきたいと思います。
ここが畝の85センチの場所です。それと隣が溝幅40センチ。そして北へ回ります。まず隣の畝の分を紐をまっすぐしながら40センチ。そうですね。はい、これでまたまたぐわで両脇に上げていきます。土が乾くともうちょっとサラサラっとしていると思いますが、最近は雨がよく降りますので乾かすのを待つと遅くなりますので、ちょっと今日は早めにやります。これでまたぐわでの水揚げは終わりました。次はきれいにならしていきます。あの裏で向こうに押すと平らにきれいになると思います。この団子になってるのはちょっと手で壊します。はい、片方ができました。もう片方に
進めてまいります。どうしてもこんなに石が出ますね。畝作りがこれで終わりました。最初に紐を引っ張ったように紙と紐で紐を引っ張ると割合とまっすぐにいけるし、土上げる時も基準があるので早いと思います。で、私の愛用するのはこのまたぐわ4本爪と、私どもでは半口と言ってますけど、溝の掃除をする、これで溝を最後に上げて上を平らにならしています。今日の作業はこれで終わりです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。